はい、皆さんこんにちは、タートルです。腹筋プログラム3日目になります。皆さんどうですかね、お腹少し引き締まった感じしますでしょうか。まだまだね、今から10日間にかけてありますんで、見ながら一緒にやってもらえたらと思います。一応今回はですね、メニューとメニューの間に気持ち休憩入れます。なので追いつかない方はね、そこでちょっと追いついてもらって、頑張って最後までやりきってもらえたらと思います。では行きましょう。はい、各10回ずつです。行きましょう。しっかり腰を丸めて、で今度はプランクいきます。10秒です。はい、スタート。腰をしっかり丸めてください。はい、今度は左右に振っていきます。10回。今度はサイドプランクいきます。しっかり足の上に足を置いて、手は腰です。体をしっかり持ち上げて胸を張ります。10秒。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、反対いきます。肘は肩の下です。足の上に足を乗せて胸を張って、手は腰。ここから体を持ち上げないように手は腰です。はい、スタート。10秒。1 2 5 6 7 8 9 10。はい、 OK。 はい、今度は膝曲げてクランチです。手は頭に添えて10回。1 2 3。背中をしっかり丸めてください。はい、今度は手をお尻の下に置いて、頭を起こして下腹すかします。レッグレイズ。1回3。腰ができるだけ浮かないように。はい、今度は寝たままでですね、足だけ上げて、足バタバタして下腹使わします。10秒。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、 OK。 はい、今度はですね、足を上げて、ここからお尻をクイッと浮かします。下腹続けて鍛えます。10回。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、 OK。 はい、今度はですね、プランクの状態で交互に膝を曲げていきます。10回。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。OK です。はい、今度はシットアップを10回いきます。腰をしっかり丸めてください。はい、ではいきます。
はーい、今度は少しねお腹のストレッチを入れてもう少し続けていきましょう。はい、こういう感じでねお腹をしっかり伸ばしてください。これでね10秒間ぐらい深呼吸しましょう。今使ったお腹がねしっかり伸びますんで、はい、今度はしっかり腰を丸めてください。はい、OK です。はい、少し休んだのでもう一回頑張っていきましょう。いける人はいきましょう。いない方はねこれぐらいで終わっても OK です。あともう少しですね、頑張れる方はねいきましょう。いっぱい膝タッチ、3、はい、このプランクです。腰しっかり丸めて10秒キープ。はい、行きましょう。はい、最後に振ります。10秒。はい、OK。はい、今度はクランチいきます。膝を90度、手は頭、しっかり背中丸めていきましょう。10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。はい、今度はサイドプランクです。足の上に足。手は腰、胸を張って体を動かします。10秒キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対いきます。だいぶね、じんわり汗かいてきましたね。はい、胸張っていきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK。 あともう少しですよ、頑張っていきましょう。はい、今度はね逆プランクです。手胸バックで下向いてゆっくり倒れながら息をね10秒吐いてください。いきます。はい、OK です。はい、今度は腹筋のチーズ、こっから手をね上に伸ばす感じで上に置きます。10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK。 今度は手と足を同時に起こします。10回。2、3、4、5、6、7、8、9、10。あと少し。8、9、10。はい、皆さん、腹筋プログラム3日目、お疲れ様でした。
もう3日となるとね、少し腹筋することに長持ちしてきてるんではないでしょうか。どうでしょうか。まあ、4日目、5日目、徐々にね、ちょっと時間が伸びていきますが、まあ、腹筋のメニュー的にはね、10回ずつ変わっていくので、だんだんとね、日に日にお腹が疲れにくくなってきますんで、まあ、時間が伸びてもね、腹筋のメニューが増えるだけ、セット数が増えるだけなんで、徐々にこなしていけるだろうと思います。あとはね、お腹痩せをしてきている感覚っていうのがですね、お腹の脂肪が柔らかくなってきている、またはつかみやすくなってきているっていうことがですね、まあ、お腹の脂肪が減ってきているっていうポイントなので、まあ、徐々にね、お腹の下腹の方がたるんできたんだけどっていう感覚の人も、お腹の脂肪が減ってですね、お腹が下にたるんできている感じなので、それは脂肪が減ってきているっていうねポイントなので、それはいい点ではありますんで、そういったことにね気づいて、頑張って10日間まで頑張ってもらえたらと思います。皆さん、今日もお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。